田辺廃寺、後がらん左に、斎藤跡、右に、東東跡、奥に、近藤跡。田辺廃寺跡、田辺廃寺跡の一田辺廃寺跡は、大阪府柏原市田辺にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。春日神社大阪府東部、大和川南岸において、明神山系から西に伸びた、大地上に位置する。現在は、春日神社境内に所在する。 1971年に発掘調査が実施されている。仮覧は、薬師寺式仮覧配置で、近藤を北東を東西に配する。創建は、白宝紀の7世紀末頃で、奈良時代の8世紀前半にかけて、同等の整備が進んだが、平安時代前期頃に消失し、近藤のみが再建されて、室町時代まで継続したと推測される。一帯は、 くだらけトライ氏族の田辺氏の本願地として知られることから、田辺文一族の氏寺と推定される寺院跡になる。寺域は1975年に国の史跡に指定されている。創建は不詳。発掘調査によれば、白宝期の7世紀は強ごろに創建され、奈良時代の8世紀前半にかけて同等が整備されたと推測される。田辺廃寺の位置する。 河内国安宿軍は、くだ系都来士族の田辺氏の本願地であることから、田辺氏の宇治寺として創建されたと推測される。付近には7世紀代の終末期群衆墳である、田辺古墳群、8世紀代の仮想墓群である、田辺古墓群の分布も知られ、田辺氏の墓地になるとして、田辺廃寺との関連性が注目される。また、田辺氏大隅が、藤原富とを育てていることから、 田辺廃寺の所在する春日神社との関連を指摘する説もある。その後、平安時代前期頃に火災のため消失し、近藤の未再建されて、室町時代まで継続したと推測される。近代以降の変遷は次の通り。近藤跡地域は東西約110メートル、南北110メートル以上と推定される。近藤を北。 党を東西に配する薬師寺式伽ン配置であり、主要伽ンとして、近藤、東西両党、南大門の移行が認められる。移行の詳細は次の通り。その他の伽ンとして、行動は作兵のため検出されておらず、総防、食堂も明らかでない。地域からの出土品としては他両の瓦等がある。総建機の瓦は、近藤、斎藤に多い選挙支分演奏、 弁八王連下文献丸瓦、弁行人道唐草文献平瓦であり、7世紀末用の藤原宮造営機に位置づけられる。同形式の軒瓦は、周辺の五十村、廃寺、原山廃寺、延命廃寺のほか、香川県の中村廃寺、開放寺でも知られ、関連性が注目される。出土品の様相によれば、7世紀末用頃から8世紀、中央頃までに、 近藤斎藤等々の順で整備されたと推測される。ありがとうございます。